平野翔さんのライブ中のインスタストーリー更新平野翔、ライブ中のインスタストーリーでファンとの距離が縮まった瞬間ハッシュタグノーチツアーアンダーライン宮城デーはハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインライビーツアー平野翔さんがライブ中にもかかわらずインスタグラムのストーリーを更新したことはファンの間で大きな驚きと感動を巻き起こしました SNS 上には彼のストーリーに対する感謝や興奮の声があふれ その一つ一つが彼への強い愛情と深い絆を物語っています。この出来事は、アイドルとファンとの距離がますます近くなっている現代において、特に平野さんのようなトップアイドルがファンとのつながりをどれほど大切にしているかを示す一例と言えるでしょう。ファンたちは、このライブ中のストーリー更新に対して驚きを隠せず、多くの人が、本番中なのに、と簡単の声を上げました。通常、 アイドルがライブに集中している最中に SNS を更新するということは極めて珍しいことです。それだけに、ライブ会場に行けなかったファン、いわゆる、オルス番組の ILYs、ファンの名称にとっては、彼の優しさが一層心に響いたことでしょう。平野さんが、自身のライブに参加できないファンのことをも気にかけ、彼らにも何かしらの形で喜びを分かち合おうとする姿勢は、 他のアイドルではなかなか見られない特別なものです。実際、初日宮城公演の最中にストーリーが更新された際、多くのファンが一様に愛されているという感覚を抱いたようです。ストーリーの中では、ややぶれた写真が投稿されており、これがさらにリアリティを感じさせました。彼がどれほど忙しい中でも、ファンとのコミュニケーションを優先していることが、ファンの心を動かす一因となったのです。通常 こういったぶれた写真は SNS 上ではあまり好まれないかもしれませんが、この場合にはむしろその不完全さが、ライブの合間に急いで撮影してくれたのだと想像させ、ファンにとっては非常に特別な一枚となりました。ファンたちが特に感動したのは、このストーリー更新が、誰も置いていかないというメッセージを込めたものであった点です。ライブに参加でできるファンだけでなく 会場に足を運べなかったファンにも喜びや感動を共有しようとする彼の姿勢は、非常に一貫しており、ファン一人一人を大切にしていることが強く伝わります。ファン思いという言葉では片付けられないほど、平野翔さんはファンとの関係性を何よりも大ごとにしていることが、こうした細やかな行動に表れています。また、初の単独ライブでは、行ってきますという言葉でファンに向けたメッセージを送った彼が、 今回はさらに一歩進んで、実際の本番中に自身の姿を見せたという進化も見逃せません。これにより、ファンはまるで彼が今まさに自分たちと一緒にライブを楽しんでいるかのような感覚を抱き、距離感が一気に縮まったように感じたことでしょう。アイドルとファンとの関係は、単に一方公的なものではなく、相互に愛情と感謝を持ち合うものであるべきだという考え方を、彼は体現しているのかもしれません。さらに この出来事がファンにとって特別な意味を持つのは、平野さんがライブの合間を縫ってまでストーリーを更新したという事実です。アイドルにとって、ライブは非常に大きなプレッシャーと集中力を要する瞬間です。そうした中で、自らのパフォーマンスだけでなく、参加できないファンにも思いを馳せ、ストーリーを通じてメッセージを届けるという行為は、並大抵の覚悟ではできないことです。平野さんは、 常にファンのために最善を尽くし、どんな状況でも彼らを楽しませることに全力を注いでいると言えるでしょう。このストーリー更新に対するファンの反応からも明らかなように、彼のこうした行動は単なるファンサービスを超えたものです。多くのファンが、泣くほど嬉しい、こんなに大切に思われているとは、といった感情を抱いており、彼との絆がさらに深まったと感じています。特に、オルス番組のファンにとって、 ライブに参加できないことは非常に残念なことですが、平野さんはその気持ちをしっかりと理解し、できる限りの方法で彼らにもライブの一部を共有しようとしています。このような配慮は、彼が一人一人のファンを大切にし、彼らの気持ちに寄り添っている証拠と言えるでしょう。また、ファンが驚いたのは、平野さんのビジュアルにも変化があった点です。髪型が変わっていたり 衣装が新しいものであったりすることに気づいたファンも多く、それをストーリーを通じて最初に見られたことに興奮していました。アイドルのビジュアルはファンにとって非常に重要な要素であり、それがストーリーでリアルタイムに公開されるということは、ファンにとって大きなサプライズとなります。平野さんのこうした細やかな気遣いが、ますます彼を特別な存在に感じさせているのです。このようにして、平野翔さんのインスタグラムストーリー更新は、 単なる SNS 投稿以上の意味を持っています。ファンとの絆を深め、彼らに対する感謝と愛情を形にして表現する場として、ストーリーは非常に効果的に使われています。アイドルとしての責任感とプロ意識、そして何よりもファンへの思いやりを感じさせるこの行動は、ファンとの間に強い信頼関係を築く上で不可欠な要素となっていると言えるでしょう。ライブ中という緊張感の中でさえ、 ファンとのコミュニケーションを忘れない平野さんの姿勢は、これからも多くのファンに愛され続ける理由の一つであることは間違いありません。彼のようなアイドルが、ファンに対してこれほどまでに誠実であり続けることは、現代のエンターテインメント業界において非常に貴重な存在です。これからも、彼の活動を通じて、ファンと彼との絆はますます強くなっていくことでしょう。ファンはもちろん、アイドル業界全体にとっても、 このような行動がどどれれほど大切でであるるかを改めて考えさせられる出来事でしたこのように平野翔さんがライブ中にインスタグラムストーリーを更新したという一連の出来事は、ファンとの距離感を縮める上で非常に象徴的なものであり、彼がアイドルとしてだけでなく、一人の人間としてもいかにファンを大切にしているかを示しています。ストーリーの更新自体は短い行動に見えるかもしれませんが、その背後には深い思いやりと細やかな配慮が感じられます。 特に、ライブに参加できなかったファンに対しても彼が心を寄せ、楽しみを共有しようとする姿勢は、アイドルとしての役割を超えた彼自身の価値観を反映していると言えるでしょう。こうしたファンサービスがアイドル業界全体に広がりを見せている現代においても、平野さんの行動は非常に特別なものであり、他のアイドルたちにも多大な影響を与えているかもしれません。ファンとの距離を縮めることは、単に人気を維持するための手段ではなく、 真ににファンを大切に思う気持ちがあってこそ成り立つものです平野さんのファンへの向き合い方はその典型であり、これが彼を際立たせる要因の一つとなっています。特に、ファンに向けて、誰一人置いていかない、というメッセージを実際の行動で示していることは、彼のアイドルとしての哲学を象徴していると言えるでしょう。ファンとの信頼関係がどれほど強固なものかは、今回の出来事だけでなく、 彼のこれまでの活動からも明らかです。ファンたちは平野さんの一挙手一投足に注目し、その全てに感謝の気持ちを示しています。ストーリーを通じて見せたほんの一瞬の表情や、髪型の変化、服装に至るまで、彼らにとっては大切な情報源であり、そこに込められたメッセージを汲み取ろうとする姿勢が感じられます。アイドルとファンの関係は、単なる支持者と非支持者の関係を超えた。 相互に支え合う関係へと変化していることがわかります。さらに、平野さんのストーリー更新には、リアルタイム性が非常に重要な役割を果たしています。ライブという時間的に限られた特別な瞬間を共有することで、ファンはその一体感を強く感じることができます。まるでその場にいるかのような感覚を得ることができる SNS の力は、今やアイドルにとって不可欠なツールとなっています。しかし、 その中でも特に平野さんのように、ファンとの絆を意識し、深めようとする姿勢が常に一貫しているアイドルは珍しく、それが彼の人気を不動のものにしていると言えます。また、今回のストーリー更新は、ファンにとって一種のサプライズでもありました。ライブという非常に緊張感のある場での投稿は、通常の状況ではなかなか見られないため、そのレア度がファンにとって大きな喜びとなりました。こうしたサプライズ要素は、 ファンとの関係性をさらに強固なものにし、常に新鮮な感動を提供する源となります。平野さんがこれまでにもこうしたサプライズを提供してきたことを考えると、彼がいかにファンを楽しませることに力を注いでいるかが理解できるでしょう。このストーリー更新が、彼にとってもファンにとっても特別な意味を持つ理由の一つは、アイドルという存在が持つ、特別感をより深く味わわせるための工夫が見られるからです。 平野さんは自分自身の魅力を最大限に引き出し、それをファンに届けるための努力を惜しみません。例えば、ライブ中に見せるパフォーマンスだけでなく、その合間に見せる自然な表情や、SNS でのちょっとした更新にさえ、ファンに喜んでもらおうという意識が感じられます。このような姿勢が彼を一層愛される存在へと押し上げているのです。平野さんのこうした姿勢は、 ファンに対する信頼感と感謝の気持ちを示すものであり、それが彼自身のプロ意識の高さを物語っています。アイドルとしての仕事は、舞台やテレビの中だけで完結するものではなく、SNS や日常の1コマを通じてもファンに影響を与えることができるという意識を持っていることが、平野さんの強みの一つです。そのため、ファンは彼のすべての行動を大切にし、彼とのつながりを感じ続けることができるのです。